はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回はですね、結構要望があった、ちょっとウィンドバムって言われるちょっと爆技について解説してほしいって言われるコメントがあったんで、解説していくんですけど、ウィンドバムっていうのはこういうやつです。爆弾使ってこうやって高速移動で吹っ飛んでいくって技なんですけど、ちょっと、お前邪魔か死んでもらおうか。で、ウィンドバムの、原理について話していくんですが、まあ、話すというより見た方が多分わかりやすいです。今のわかったかな？四角型爆弾に、押し出されて飛んでいってます。で、このゲームには空中で弓矢を構えると、バレットタイムって言われる、まあ、このスローモーションになる時間がありまして、このバレットタイム中っていうのが、すべての動きが、まあ、すべてって言ってまあ、リンクは例外なんですけど、ほとんどの動きがね、20分の1の速度になるんですが、一部ね、対応していない、20分の1のスローモーションに対応していないのがありまして、そのうちの一つに、爆弾が爆弾で吹っ飛んでいくっていうのが、20分の1に対応していません。つまり、スローモーション中でも普通の速度で吹っ飛んでいきます。で、その時に吹っ飛ぶダメージを食らいます。で、食らうとバレットタイムが解除されます。で、バレットタイムが解除される時に、20分の1から元に戻すために全ての力に20倍かけます。その時に、通常の速度に20倍の速度がかかって吹っ飛んでいくっていうのが、ウィンドボムです。まあ、それに似たのがね、バレットタイムバウンスっていうのがあるんですけど、まあ、それは別の機会に。で、説明していくんですが、このゲームにはリモコン爆弾が2つあって、丸型と四角型があって、四角型の方が、重たいです。で、その関係で、最初に丸型をセットしてから動作していきます。まず前飛びしてから、爆弾を出してから弓矢。この動きです。前飛び、爆弾、弓矢って感じですね。赤い月が来てますね。前飛び、爆弾、弓矢、こんな感じです。で、リンクと丸型の爆弾の距離がこれぐらいだったら次はもうバレットタイムはもうこれで成功します。大体。たまに失敗する時もあるんですけど。前飛び、爆弾、弓矢。これができると、これができるとってか、これができたら、次に四角型爆弾を出します。で、丸型に切り替えます。で、起爆。ほんで、吹っ飛びます。だから操作としては、前飛び、爆弾、弓矢。で、そっから、四角型爆弾を出して、丸型を起爆。こんな感じです。なんかもう白人がいっぱい来たって、やめてもう俺、解説してるの。さあ、赤い月も去って、ボコブリに対してもどっか行ったんで、解説再開していきましょう。解説再開って言っても、もう、これ以上あんまり解説することがなくて、まあ、実践あるのみって感じなんですけど、バレットタイムが必要になってくるので、ちょ、なんでこんなに湧くの？もう帰れ帰れ！なので、バレットタイムがまず必要になってくるので、普通の床ではできません。こん中にちょっとだけ、この段差がある場所、まあ、つまりバレットタイムが発動できない、バレットタイムが発動できない、できない場所では無理です。だから、この辺だったらいけるかな？ここでは無理か。あ、いけた、いけた。こういう感じにバレットタイムが発動できる場所なら、一応どこでもできるかな。祠の中でもできます。なので、まずはね、吹っ飛びたい方向を決めて、そっちの方向に向いて、崖があるのかっていうのをまず探します。まあね、基本的にはどんな場所にもちょっとした崖はあるかな。もうこの辺とか思いっきりした崖やね。じゃ、しっかり崖の端っこに寄って、まあ、飛びた方向を例えばあっちに向けて、前飛び爆弾弓矢。こんな感じ。前飛び爆弾弓矢。で、四角型爆弾を生み出す。で、丸型起爆。こんな手。で、パラセール開けばね、そのまま速度保持したまま飛行できるので。で、ここで注意なんですが、パラセール一回閉じてしまうと速度消えてしまうので、パラセールは閉じないように気をつけましょう。例えば、こういうところとかだと、まあ、普通にパラセルで行くと結構時間がかかるので、あ、でもここバレットタイム無理かな。この辺だけか。例えば、あっちに飛びたいなって、この川を越えて奥に行きたいなっていう時も、バレットタイムができれば、ちょっと見せた。今のは、先に L ボタンが当たってたかな。で、このウィンドモムっていうのが、今作のこの、ブレスオブザワイルドならではの爆弾のシステムが、めっちゃ利用されてるバグになってます。てかもうなんかめっちゃ出てくるんですよ。なんなん？まず、ウィンドボムするには爆弾が2つ必要です。で、まあ、今作のブレス・オブ・ザ・ワイルドは、まあ、四角と丸が2つあるので、まあ、これのおかげで、まあ、ウィンドボムができると。で、あとさらに2つぐらいあって、空中で爆弾出すと、お尻から爆弾出せるんですね、これ。ほら、ケツからこれ爆弾を生み出すことができて、まあ、そのおかげでウィンドボムができます。これがね、まあ、速度なしでやると、まあ、前の方から爆弾出すんで、これだとちょっとウィンドボムできないんですけど、あと、爆弾が制限時間ではなく、起爆、リモコン形式になってるっていうのも、大きな特徴ですね。まあ、今作のブレスボードワイルドがね、初めてリモコン式の爆弾になってるんで、そのおかげで、
ウィンドバムができるって言っても過言ではないです。あとはですね、まあ細かいところで言うと、まあ丸、なんていうの、今作の爆弾はちょっと従来の爆弾に比べて重さが軽いっていうのもあって、それでできるんかな。パレットタイムができるけど、これは多分失敗かな。あ、成功した。成功しました。で、このバレットタイムじゃなくて、このウィンドウムした後に足跡モードつけると、なんとね、今こっから飛んだんですけど、これ、早すぎてワープした判定になってるんですよ、これ。これがね、もうすごくて、多分ね、今ここにおるけど、多分こっから進んでいっても、足跡モード開けると、あ、こっから行けるわ。行けてるわ。これね、ウィンドウムした後って速度がだんだん遅くなってくるので、こっから先出た時は早すぎて、ワープした判定になってるけど、ゆっくりゆっくりゆっくりなって、アシャトモードで追加って、そういう感じですね。なんで地味にワープした判定になるっていう。でも移動をね、ウィンドバムで移動しまくって、アシャトモードつけると、もう意味のわからんところでワープのポン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 ってなってて、結構面白い。で、先ほど言った通り、ウィンドムーンは四角型爆弾からだと成功しません。まあ、今やってみるんですけど、こんな感じにね、丸型爆弾が軽すぎて、めっちゃ、わぁ、めっちゃ吹っ飛んでる。丸型爆弾が軽すぎて、めっちゃ吹っ飛んでしまうので、ちょ、リンクに当たらないんですよね。なんで、重たい方の四角型爆弾を後に出して、四角型爆弾をリンクに当てるっていう方式でやっていきます。で、それじゃあちょっと失敗例をいくつか挙げていきたいと思うんですが、ちょっと失敗してくれるかな？丸型爆弾が遅い場合、こんな感じかな？丸型爆弾が遅い場合だと、ちょっと待って、成功したよ。じゃあ失敗して。こんな感じ。丸型爆弾が遅い場合だと、こんな感じ。爆弾の爆風もろに食らって吹っ飛ぶんで、あくまで四角型爆弾の勢いを、吹っ飛ぶのに利用してるんで、コツとしては、丸型爆弾を早く出すってことだよね。丸型爆弾早く出して、リンクと丸型爆弾の距離がこれぐらい。これぐらい離れてるっていうのが、まあ、ベストかな。いて。丸型爆弾のが出すのが遅いと、普通に丸型爆弾の被爆に当たってしまうので、そうすると吹っ飛ぶもクソもないんで。なので爆弾、丸型爆弾出すのは基本的に早め。もう前飛びした瞬間に爆弾落とすレベルでいいと思います。こんな感じですね。で、四角出して丸で被爆。で、吹っ飛ぶ。で、パラセール開ける。で、このパラセール開いた後は、右側に旋回するのは、比較的右側に旋回しやすいんですが、左側に旋回しようとすると、意外とね、旋回できないので、まあ、右回転もできるけど、左回転できないっていう。まあ、できないこともないけど、ちょっとしにくいかなって感じですね。なので、しっかり飛ぶ前に角度はまっすぐに合わせておきましょう。で、今ずっと説明しとった時は、注目しながら前飛び。前飛び使ってたんですが、たまに敵がいてて、注目がね、敵の方に行って、うまいことを前飛びができない、っていう時もあるんで、そういう時は、R ボタンを押しながら、武器構えます。武器構えた状態で、スティック前倒して X ボタンで、前飛びできます。で同じか、バレットタイムもできるんで、まあ、実際にね、この方式、R ボタンの武器構えた状態の方式に飛んでいくんですが、やり方は同じです。前飛び、爆弾、バレットタイム。これは変わらないです。で、四角型爆弾を生み出す。で、丸型起動。こんな感じ、こんな感じ。なんで、特に難しいこともなくいきます。で、まあ、マスターモードだと、敵がなんか、空奥だったっけ？あれで飛んでるところが結構ちらほらあるので、まあ、あそこから行くときだと、まあ、空奥だに注目してしまうことが結構あるので、まあ、そういう場合はね、この武器構えながら前飛び。これを使っていけば大丈夫です。ちょうどいいところにおったわ。こいつらでちょっと試してみましょうか。こういうときは、R ボタンで縦ちゃうわ、武器構えながら、前飛び爆弾、バレットタイム、リモコン爆弾四角、丸。こんな感じで飛べると完璧です。で、もう一つテクニックがあって、空中ウィンドモムっていうテクニックもありまして、これ難易度高いです。空中におるところからさらにウィンドモムで飛ぶっていう、まあ、スタミナが続く限り、まあ、永遠に空を飛ぶことができます。ただこれはかなり難しいです。結構自分も失敗するんで、カット入ると思うけど。あ、こんな感じ、こんな感じ。これが空中ウィンドボムです。これかなり難しくて、空中でのリンクの位置、で爆弾の位置、で四角型のタイミング、バレットタイムのタイミングっていうのがかなり、関係してくるので、
まあ、毎回で、100発100中でっていうのはもうかなり上手い人じゃないと、成功しないので、でもこれできるとね、永遠に空飛べます。ちょっと自分もね、苦手なんで、うまいことできるかどうかわかんないんですけど、空中におるときに少し前に行きながら爆弾出して、爆弾が画面の下ら辺、まあ、この辺やね。画面の下ら辺に行ったときに、バレットタイム。で、四角型を生み出す。で、丸爆弾。こんな感じ。これが、まあ、2連ウィントモムやね。で、まあ、速度がゆっくりになってきたら、少し前に行きながら爆弾出して画面の下ら辺に行ったら、バレットタイム、四角、丸言ってくれ、オッケー、こんな感じ。これを永遠に繰り返していけば、まあ、爆弾はね、個数制限ないので、HP とスタミナが持つ限り、もうどこにだって永遠に飛んでいけるんですけど、まあ、これはちょっと難易度高いので、まあ、かなり練習した人ならね、もうボンボン飛んでいけると思うんですけど、まあね、1回目とか普通に、ワンウィンドモムっていうの?1 回ウィンドモムで飛んでいくのは、そんなに難しくないので、おいよ。失敗してるけどな、その言いながら。まあ、そんなに難しくないので、これ使っていけばね、ハイラルの移動がね、めっちゃ楽になるので、もう馬とかバイクとかより何倍も速いんで、まあ、必要なのが、まあ、弓が必要なんで、まあ、弓くらいみんな持ってると思うけど、あと一番重要なのが傾斜ですね。傾斜っていうか、まあ、段差やな。このバレットタイムが、いかに出せる場所が出せない場所か、その、場所があるかないかやな。によって、もう全然変わってくるんで、てかそもそも、バレットタイムできなかったらウィンドボムもできないんで。まあ、でも冒頭でも言った通り、ウィンドボムができないっていう機会はほぼほぼないので、まあ、どこにでも、傾斜はあるので、傾斜とか段差。なんならここだって、普通に走りながら、これでもいけると思う。爆弾。ほら、いた。まあ、段差がなくても、傾斜から思いっきりダッシュジャンプして、同じようにもできるんで、まあ、発動条件もね、全然厳しくないので、よかったらね、みんなこれでやって、まあ、空をね、爆弾で飛んでいってください。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。またな。